リアクション薄すぎませんかね。だってお前のそれあざといんだもん。やだな、素に決まってるじゃないですか。っていうか、葉山のことす、どう思ってんの？あ？何ですか、口説いてるんですか？ごめんなさい、無理です、好きな人がいるので。そうじゃねえよ、単純にどう思ってるのか聞きたかっただけだ。部としてじゃなく、俺が個人的に手伝うってことじゃダメか？はい、まあそれでもいいですけど、実際先輩一人の方が扱いやす、安心しやすいというか、頼りになるというか。いや、もう言い直さなくていいけどね。最初はどうにもならないと思いますけど。来年俺の妹が入学するんだ。はあ？だからいい学校にしてくれよ。何ですかそれ、口説いてるんですか？ごめんなさい、狙いすぎだし気持ち悪くて無理です。振られた理由がこの前と違うじゃねえか。どうぞ。先輩やばいです、やばいです、やばいです、本当にやばいです。お前から持ってくれアピールじゃなかったの今の？ああいえ、今のは素だったんですけど。もしかして今のって口説こうとしてましたか？ごめんなさい、ちょっと一瞬ときめきかけましたが、冷静になるとやっぱり無理です。あ、そう。俺は何度こいつに振られればいいんだろうか。友達いないじゃないですかみたいな返しもなく、マジ真顔。まあいいですけど。コミュニティセンターってわかります？そこ集合で。わかった、準備したら行く。ではでは、よろしくです。だからあざといっつうの。先輩ってもしかして年下好きですか？別に苦手じゃねえな、妹もいるし。もしかして今私のこと口説いてますか？ごめんなさい、年上結構好きですけど無理です。いや、どう考えても違うでしょ。何ですかその扱い。先輩のせいですからね、私がこうなったの。いや、会長の件はそうだけど、他のは。責任取ってくださいね。敗北は素敵です。月を有効に進めるためだから、その頑張らないと。すごいな、お前。準備に手間取っちゃいまして。いや、マジまったわ。だからそこは今来たとこって返すべきなんじゃないですかね。これからデートするわけですし。デート？はい。なんてあざといんだこの後輩は。私、卓球って中学の授業以来です。2年になればトイックの選択で取れるぞ。口説いてるんですか？甘いものだけに甘い言葉をささやけばいけるんじゃないかとか、ちょっと考えが甘いので出直してきてください。ごめんなさい。はい、えい。先輩、こういう甘いのは嫌いですか？さあ。死ね。いや、その掛け声おかしいだろ。何ですか、もしかして今私のこと口説いてましたか？一回遊びに行ったくらいで、もう彼氏面とかズーズーしいにも程があるので、もう何回か重ねてからにしてもらっていいですか？ごめんなさい。いいから入ろうぜ、外寒い。あ、ちょっと待ってくださいよ。ん？今付き合ってる人っていますか？いないけど。ほら、こんな感じですよ、こんな感じ。もう少し寄っていただいた方が。では、行きますよ。ありがとうございます。なんで満足げな笑顔で勝ち誇ってるんですかね。じゃあ、私のサーブですね。